丹広明は、新末民発の軍人、政治家、桂軍の指導者の一人で、陸栄帝を中心とする、旧構成派と呼ばれる集団の一員、陸の義帝にあたる、字は、月派、治安族出身、農業、水運を営む家庭に生まれ、丹広明は、青年期は家業を手伝っていた。その後、陸栄帝が、丹の姉と結婚、清潔戦争以降は、 タンは陸に随従し、その下で順調に昇進していく。1911年6月、陸が厚生帝徳に昇進すると、タンは厚生巡防衛統領に任命され、南寧に駐屯した。中華民国が成立し陸栄帝が厚生都督県民政庁に就任すると、タン広明は桂城軍第二支市,市長に任命された。1913年7月に二次革命が、 勃発すると、丹は将内の革命派を鎮圧した。翌年7月、琉州鎮守士と公正変貌対正弁を兼任し、琉州に駐屯した。1915年12月に、遠征外が皇帝に即位すると、丹広明は二頭男に封じられた。しかし陸栄へ帝は縁に対する不満を抱いていたため、 五国戦争勃発後の1916年3月15日に半円独立を宣言した。タンもこれに従い、5月1日に両五国軍都市令部が成立すると、タンは五国軍第五軍軍長に就任した。6月6日に遠征外が死去すると、陸坂へ帝は関東特軍竜積光を駆逐し、関東省の支配権を獲得した。1917年4月、 陸が両校巡越士に就任すると、丹は厚生特軍に任命された。6月20日には、陸の指示の下で、関東特軍、陳の絵根と共に、両校自主を唱え、北京政府への対決姿勢を示した。その後、丹弘明は、陸坂へ帝から、越勝蔵貫根軍総司令に任命され、湖南省で発生していた、核軍混戦に介入する。しかし、 北京政府の後、配布軍に敗北してしまう。1918年6月には、湖南省から撤退して、南嶺に戻った。湖南での敗北を教訓に、タン・ヒロアキは、軍事改革に着手し、近代化を進めた。1918年1月には、後世陸軍工部道を再興している。また、内政面でも、積極的な施策を行い、 後世免業促進会を組織するなどした。しかしこちらは技術力等の不足のため失敗に終わった。1921年、一度は関東を追われた陸栄帝は、その奪還を図り、丹もこれに組みした。しかし、孫文は陳慶明に命じて、後世へ先制攻撃を仕掛けた。劉進官陳広司への寝返りもあって、陸の軍は大敗する。 7月16日に、陸と丹は、ゲアを表明して、上海へ逃亡した。1922年6月、孫文と陳敬明の内紛をつき、陸栄手へと丹広明は、北京政府の援助も得て、厚生省に復帰した。しかし1924年、陸、丹は、陳広英軍軍やりそうにな、新高生派軍との戦いに敗れ、ここで完全に軍事的。 政治的力量を喪失した。丹広明は上海に逃げ込み、陰性した。1925年4月17日、自身の自重副官により丹は自宅で暗殺されてしまった。副官の巨婚者を丹が領辱し、恨みを買ったためとされる。去年55、ありがとうございます。